アジアの宇宙競争とは、アジアのいくつかの国家間での宇宙進出をめぐる競争である。多くのアジア国家は21世紀初頭の宇宙の主導権争いで重大な競争者となってきた。例えば2007年9月14日には、日本の月探査機カグヤが、同年10月24日には、中国の月探査機ジョーが1号、翌年10月22日には、インドの月探査機、 チャンドラヤーン1号が打ち上げられている。また、2009年2月2日には、イランのオミード、2012年12月12日には、北朝鮮の工業星3号2号機、2013年1月30日には、韓国のストサットマイナス -2C がそれぞれ打ち上げに成功している。2010年現在で、アジアにおける宇宙競争の主役は、中国、日本、インドの3カ国である。 特に中国は2003年10月に有人宇宙船新州5号を打ち上げ、世界で3番目に有人宇宙飛行を達成したことで脚光を浴びている。ただしアジアに宇宙競争が存在するかという論点はまだ議論されており、中国自身はアジアの宇宙競争の存在を否定している。国家の威信を別にしても商業的な要因も存在する。 2006年発行の宇宙フロンティア財団の報告によれば、宇宙経済はおおよそ1800億ドル相当と推定され、そのうち60%以上は商業的な目的とサービスに由来する宇宙活動である。宇宙空間も多くの国々にとって多方面にわたり戦略上重要である。地球軌道は国家の安全を守るための主戦場となっている。 中国、日本、そしてインドによって実施されている宇宙開発計画はアメリカと旧ソ連が打ち立ててきた実績に比べれば失踪なものであるがアジアがこの分野を先導するようになるのは時間の問題だろうと信じる専門家もいる中国は最初の有人宇宙船を2003年10月に軌道上に投入し宇宙に人を送ったアジアで最初のロシアとアメリカに続く 第3の国となった。この出来事は地域での宇宙競争の始まりを示している。中国は2008年9月に船外活動を成功裏に実施した。新しい宇宙開発競争の背景には国家の威信、国家の安全保障、及び商業的利益といった要因が存在する。一部のアナリストは中国の有人宇宙飛行が 国家の先進的な軍事技術を開発する試みと密接に関わっていることを指摘している。また、通信、気象予測、地球の大気観測といった商業的、科学的な動機がある。2007年、中国は高度 528km を周回する、機能停止した気象衛星雲1号 c を KT-409 によって破壊し、世界に衝撃を与えた。 これによって生じた爆発は毎秒6マイル以上で宇宙を吹き飛ぶスペースデブリを大量に放出した。2008年2月21日にアメリカ海軍は故障した偵察衛星 USA-193 を破壊した。アメリカはその衛星破壊が2007年に中国で行われた衛星破壊実験に反応したものであることを否定した。 日本は1999年からアメリカとミサイル防衛で協力してきた。北朝鮮の核と中国の軍事計画は日本の外交関係にとっての深刻な問題の代表である。日本はミサイル防衛システムの開発、次世代軍事偵察衛星、そして月面有人ステーション計画という軍事的、民事的な宇宙開発を進めている。 1998年の北朝鮮によるミサイル発射実験を受けて日本は情報収集衛星の開発を始めたが北朝鮮政府は衛星の打ち上げを行ったに過ぎないと主張し軍事競争を引き起こした日本を非難した第二次世界大戦後に採択された日本国憲法の政府解釈により日本の軍事力は選手防衛、すなわち防衛任務に 制限されている。世界的な宇宙探査の機運の高まりを受け2009年に宇宙基本法が制定された。これは従来国土交通省や文部科学省など複数の省庁により実行されていた日本の宇宙開発を新たに設置する内閣府宇宙局に一元化し国家戦略として宇宙か宇宙局の設置は実現しなかったが2012年に設置された。 内閣府宇宙戦略室と内閣府宇宙政策委員会がその機能を担う形になっている。インドの宇宙旅行への関心は1960年代初期科学者たちがケーララのジャングル上空にロケットを打ち上げた時から少しずつ始まった。インドの宇宙計画は比較的小さいが1980年に初めて自力で人工衛星を軌道に乗せて以来、 相当の研究開発を行ってきた。中国が2003年、第2半期に、軌道上に人間を飛ばすと発表したまさにに、3日後、当時のインド首相、アタルビハーリー・バージペイーは公式に同国の科学者たちに対して、月に人を送ることに努めるよう激励した。インド最初の無人月探査機である、チャンドラヤーニ1号は2008年10月に打ち上げられた。 インド宇宙研究機関の次の月探査機、チャンドラヤーン2号は2019年7月に打ち上げられて月周回軌道に入ったが、着陸船の南着陸には失敗した。これに続く月探査機は、チャンドラヤーン2号の再チャレンジとして、チャンドラヤーン3号の名称で、2020年時点では2021年頃の打ち上げになると報じられている。 またインドは2008年の時点では2015年までにインド独自の有人宇宙飛行を予定しているとされていたが2015年の時点では関係者から2021年五郎とコメントされている。韓国はアジアの宇宙開発競争では比較的新しい競争者である。2006年夏に韓国発の軍事通信衛星ムグンファ5号がシーローンチによって打ち上げられた。 その衛星は対地動期軌道に置かれ北朝鮮を監視し情報を収集することが可能である。韓国の宇宙開発計画は政府によって長期的商業利益と愛国主義で正当化されている。ソウルは長年北朝鮮の著しく大きなミサイル実験場を同市の安全保障に深刻な脅威とみなしてきた。 宇宙へ上がった、同国初の女性宇宙飛行関係者である、リソケンによって、韓国は、アジアの宇宙競争参入の自信を得た。同国は2000年からラロー宇宙センターの建設を開始し、アジアの宇宙開発における、主導権獲得を画策している。ロシアの企業と共同開発した衛星、打ち上げロケットラローは、2009年8月のストサットマイナス 2A。 2010年6月のストサット -2B の2度の打ち上げ失敗の後、2013年1月30日にストサット -2C を衛星軌道に投入することに成功した。アメリカの宇宙支配に対し、成長中の2つの勢力である中国とインドが EU と協力するという報告がある。2003年には EU のガリレオ衛星測位システムに中国が1億4、零油浪、 インドは2億1、0ユーロを融資するつもりであることが明らかにされた。しかしながら、インド政府がエルンス計画を承認し、ロシアとの将来的なグラニス開発協定に署名したことで、世界的な衛星即位システムでインドと中国が密接に働く可能性は破れ去った。さらに、インドの月探査計画といくつかの宇宙関連計画に NASA が参加することは、 宇宙開発の分野でインドとアメリカ間の協力が強化されていることを示している。用都市は中国有人宇宙飛行計画によって宇宙に送られた最初の人間である。中国の有人宇宙飛行は特に注目を集めたアジアの業績だった。その先進的な技術は多くの関連技術の経験を積み重ねた結果である。中国の宇宙における業績は実用的であり。 また2007年の衛星破壊実験のように、しばしば軍事に関連する技術である。初期の中国の衛星である返し会式、衛星シリーズは多くの大気圏再突入試験を行った。日本をはじめとする他の諸国では、核兵器に関連した技術なので大気圏再突入は避けられていた。再突入経験の少なさは、今でも有人宇宙飛行への障害となっている。 1990年代中国はまた商業打ち上げでも成功した。それは多くの打ち上げ経験と1990年代後半以降の高い成功率をもたらした。これらの業績が2003年の有人宇宙飛行につながった。中国は21世紀初頭では惑星探査をはじめとする科学的な業績も視野に入れている。日本とヨーロッパがハレー艦隊で ガッツ軌道移炎の探査を開始した1980年代、中国は不強化にあり、当時は惑星探査は見送られた。2011年11月、成功すればアジア初となる火星周回帰ホタルビ1号がロシアのロケットを使って打ち上げられたが、軌道投入できずに失敗した。日本は多くの宇宙の業績を特に科学の分野で得てきた。 そこにはいくつかの複雑な事情があった。日本初の衛星軌道打ち上げは大学の研究機関によって国の宇宙機関よりも先に達成された。そのため初期の日本の衛星は多くが科学探査用であり多くの科学的な業績を生んだ。一方で国の宇宙機関は早急にその大学に追いつく必要があった。そのため正式軌道打ち上げや気象、 通信衛星といったアメリカの技術が早くから導入されたのである。その後、エンダカスーパー301乗によって日本のロケットの商業的競争力は不利なものになった。日本は打ち上げの機会を失い、経験の無差は1990年代後半以降の成功率の悪化を招いた。そのため政府の衛星を除いて日本国内での打ち上げは 技術試験衛星と科学衛星に限られており、それらは世界的な業績を狙わざるを得ない。インドは商業打ち上げで成功しつつあり、宇宙技術で急成長している。1回の打ち上げでは最多数となる10機の同時打ち上げが2008年に達成され、同年にはアジアで初めての月面衝突機。また、2014年9月には火星周回軌道への探査機投入に、 アジアで初めて成功した。2014年に弾道飛行に成功した GSLV-3 は低コストな大型打ち上げロケットなので商業的な競争力が期待されている。インドはそのロケットでアジア2番目の有人宇宙飛行を目指している。基本技術の比較も参照その他の業績各国で初となる業績の試みを特に断りのない限り時系列順位に記す。 有人宇宙船計画スペースシャトル型宇宙船、計画月周回期月への制御落下衛星同時、打ち上げ各国最大の打ち上げロケット連続衛星、打ち上げ成功日付が確定しておらず、推測に過ぎない太陽系探査は、有人宇宙飛行と同様に一般の注目を集める宇宙技術である。アジア初の惑星間探査機先駆けが1985年に、 打ち上げられて以降、日本はアジアの太陽系探査を長い間先導してきた。しかし21世紀に入ってから他の国が日本に追いつこうとしている。月の探査、編集月には核融合への利用が期待されているヘリウム酸が豊富に存在すると考えられている。急速な経済成長のもとにあり、かつ世界人口の60%以上が集中するアジアにおいては、 エネルギー供給目的による月開発が想定される。日本は月探査機を打ち上げた最初のアジア国家である宇宙科学研究所で作られた探査機否定は1990年1月24日に打ち上げられた。しかし、この計画は工学実験的な趣向きが強く月の観測は主目的ではなかった。2007年9月14日には 同国に決めとなる月探査機カグヤが打ち上げられた。この探査機は任務を無事終え、2009年6月11日に月に制御落下させられた。中国は2007年10月24日に同国発の月探査機場が1号を打ち上げ、2007年11月5日、月周回軌道に投入された。任務を終え、2009年3月1日に月面に制御落下させられた。 2010年10月1日には、ジョーガ2号が打ち上げられた。インドは2008年10月22日に、同国最初の月探査機、チャンドラヤーン1号を打ち上げた。2009年8月29日に通信が途絶し、運用終了となった。月面着陸、編集詳細は、月面着陸を参照確認できる。アジア最初の月面着陸は1993年の、 飛天の追加ミッションだった。それは観測の最後の制御落下であり、衝突まで何枚かの月面写真が撮られた。しかし飛天は月着陸するように計画されたものではなく、月探査の科学機器もほとんど搭載していなかった。観測終了後の衝突破壊を除けば、日本の次の月着陸計画は1992年に開始された LUNARA だった。 LUNARA 周回帰の中止決定後、その着陸機がロシアのルナグローブ探査機に搭載される可能性もあったが、ペネトレータの試験結果が2010年10月に確認されて開発が終了した時点では、スケジュール的に搭載は間に合わなくなっていた。ペネトレーターはどちらかといえば、高着陸機であるが、軟着陸機と同様に、月面着陸時に破壊されない。 月面着陸に特化された最初のアジア生誕先は2008年にチャンドラヤーニ1号から放出されたインドの月衝突機である。ガリレオのエントリープローブと同様、MIP は着陸で破壊される高着陸機に過ぎないが、その搭載機器は衝突まで25分間にわたり月面観測を行った。またその効果試験は2019年に打ち上げられた。 チャンドラヤーン2号のような将来の軟着陸に応用される。中国のジョーガ1号もまた2009年に観測終了後の制御落下を達成し、月面に到達した6番目の国となった。降着陸の目的の一つは、MIP と同様に将来の軟着陸の事前テストである。中国は2013年12月14日、ジョー3号で月南着陸に成功し、アジアで初、 世界では3番目に難着陸を果たした国となった。搭載された自走式の月面車、玉都号も稼働させたが、これも世界で3カ国目の事例である。さらに2020年には、ジョーが5号で世界3カ国目のサンプルリターンを成功させている。月に立つアジア人、編集ニール・アームストロングが月面を歩いた最初の人間となってからほぼ40年後、 アジアの主要勢力は最初のアジア人を月へ送るという彼らの持つ宇宙目標を急いでいる。中国、そしてインドはすべて有人宇宙船を月へ送るという計画を持っており、最も早いスケジュールでは最初の有人月宇宙船を持つのは2020年代、アメリカのコンステレーション計画でアメリカ人が月に回帰するのが予定されていたのと同じくらいの時期になるとされる。 探査機を使った日本の主な科学的成果は先駆け、水星による水星や、早草による小惑星といった小天体に限られる。日本で初めての惑星探査は1998年に打ち上げられた火星探査機望みによるものだが、火星に到達する前に通信が途絶してしまった。二0 1年には金星探査機赤月を打ち上げ、二0 1年十二月に、 金星上空に到達したものの周回軌道への投入には失敗。その後金星に近い光天軌道を5年飛行した後、2015年12月に行われた再度の周回軌道投入に成功して、日本はアジア初、世界でも4番目の金星周回機所持国、機関となった。2018年に欧州宇宙機関と共同で水星探査機ベピコロンボを打ち上げる予定であり、 成功すれば、アジア初、世界でもに、3番目の、水星周回機所持国、機関となる。望みに次ぐ火星探査計画メロスも検討中である。また、日本は、イオンエンジンを搭載したハヤブサや、赤月と同時に打ち上げた小型ソーラー電力セール、実証機イカロスによって、化学燃料ロケットによるものとは全く異なる、惑星間航行技術を習得しつつあり、ハヤブサは、 世界初の月イエンの天体との往復航行、イカロスは世界初のソーラーセールによる惑星間航行を達成している。将来的にはソーラー電力セールとイオンエンジンの両方を利用した木星トロヤ群探査も構想されている。ある中国の科学者は中国独自の惑星探査機を打ち上げるには今から20年かかると予想している。しかし中国は日本と比べた。 その計44年の遅れを取り戻す可能性がある。中国のホタルビ1号はロシアのほぼすぐルントに搭載される形で火星周回軌道への投入が計画され2011年11月に打ち上げられたが前期の通り失敗した。中国科学院では2050年に中国の有人火星探査を計画している。インドが2013年11月に打ち上げた。 火星周回帰マーズオービターミッションは2014年9月24日に火星周回軌道に乗りアジアで初めて探査機を火星に到達させることに成功した。インドはアジア発で世界でも4番目の火星周回帰所持国機関となった。一方、ホボスグルントと一緒に打ち上げられるホタルビ1号と同様にアカツキやイカロスと共に 民間宇宙機深淵が近星へ向かう軌道に投入された。世界初の民間惑星間高校がアジアで実現されるかもしれなかったが、2010年5月22日にシグナルを受信して以来、深淵の追跡には成功していない。なお、イカロスは高圧による高校技術の試験、深淵は宇宙環境におけるコンピュータの耐久試験が主目的であり、 金星をフライバイするが観測機器はあまり搭載していない。1980年7月23日にベトナムのファムトゥアンがソユーズ37号でアジア人として初めて宇宙飛行した。1981年3月22日年にゼクテル・デミット・グラグチャが1985年にはサウジアラビアのスルタン・ビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウードが スペースシャトル STS-51G で宇宙飛行した。1990年12月2日には日本の秋山と与ヒがソユーズ TM-11 で宇宙飛行した。1992年9月20日に日本のモーリー・マモルがスペースシャトル STS-47 で宇宙飛行した。近年、アジア各国では独自の有人宇宙飛行計画が 策定されており、2003年10月15日に中国では新州5号で、用都イが宇宙飛行した。インドでも独自の有人宇宙飛行計画を進めている。イランでも独自の有人宇宙飛行計画を進めている。ありがとうございます。